皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。今回は滴下式の水出しコーヒー器具をレビューしたいと思います。それがこちら、ゼロヒーローのリンギュアンクラシックです。知人の紹介で今回クラウドファンディングを実施する前に先行レビューとしてこのコーヒー器具レビューする機会をいただきました。滴下式の水出しコーヒーというのは水に粉をつける浸式の水出しコーヒーと違って非常に綺麗な味わいで、水出しコーヒーだったら滴下式が一番美味しいと思っている抽出方法です。その中で非常にデザインが良くてかっこいい器具でしたのでレビュー依頼受けさせていただきました。実際の使い勝手とかこれで入れたコーヒーの味わいなど確認していけたらと思います。それではやっていきましょう。はい、こちらがリンギュアンクラシックです。箱もすごい特大ですし、多分ニフコーヒーで扱ってきたレビューの中で一番こう背が高い器具だと思います。普通に高さ52センチぐらいあります。まあ、これの構造としては比較的シンプルなんですけれども、まず上のところこちらですね、こちらが水を入れるタンクの部分になりますね。で、ここにペーパーフィルターを入れてコーヒーの粉を入れる部分です。なので滴下式なんですけれども、こす部分というのはペーパーフィルターを使う水出し器具ですね。あとはこのパーツですね、こちらで蓋をするような感じになります。でまた先行レビューですので一部仕様が変わる可能性がありますので、それはご了承の上ご覧いただければと思います。でここの水のタンクからポタポタとコーヒー豆の層を通って、最後このフラスコ素材のここのサーバーに水出しのコーヒーがどんどん抽出されていくという感じです。その方が付いている付属品としてはペーパーフィルターですね、まあ、いわゆる02のサイズになります。であとは丸いろ紙と、あとはこのコルクの蓋ですね、これは抽出が終わったところに載せるものです。でこの丸いフィルターに関しては濡らしてここのコーヒー豆の層の上のところに乗せる感じですね。そうすることによって全体に均一にポタポタと水を垂らして染み込ませていくことができるという構造です。他の滴下式の水出しコーヒーの場合だと全体の構造は全く同じだと思いますが、これの特徴としてはやはりペーパーフィルターを使ってこすっていうところが一つ、あとはデザインですね。この部分のパーツ以外は全てガラスでできていますので高級感めちゃくちゃあります。すごいかっこいいですね。国際的なデザインの賞とかも受賞しているシリーズのものですので、やはり何といってもこの見た目デザイン性はすごいいいですね。でここの水のタンクのところにつまみがあります。ここのつまみを回すことによってどれぐらいの速さで水を落としていくか滴下していくかというのを調整することができます。ハリオからこういう滴下式のやつで結構クラシックなやつって出ているんですけれども、それをすごいモダンにしたような感じですね。それでは早速これを使ってコーヒーを入れていきたいと思います。それでは抽出の準備をしていきたいと思います。まずはコーヒーの粉のセットをしてしまいましょう。使う粉の量は最大量で粉が 50g で、お水が 500ml ですね。1対10の割合がおすすめと説明書には書いてありますので、今回は最大量の 50g このドリッパーの部分に入れていきたいと思います。使うペーパーフィルターは先ほども出てきましたが円錐形の1から4人用、いわゆる02というサイズですね。これをセットしていきます。このドリッパーの壁に沿わせて中にペーパーをはめる感じですね。そうすることで、はい、このような感じでつけることができました。
ここにコーヒー豆を入れていきます。今回はタイムマンの C2MAX の22クリックで引きました。いわゆる中挽きという粗さだと思います。過去にも適化式のアイスコーヒーの器具いくつかレビューしましたが、この粗さでちょうどいいなと思いましたので、今回もこれでいきます。使うコーヒー豆はアイスコーヒーにするので深入りのコーヒー全般は相性いいと思います。あとは浅入りでしたら結構香りが華やかなタイプがいいかなと思います。エチオピアのウォッシュとナチュラル生成のものを筆頭に、あとは中米のエルサルバドルのパカマラとか、あの辺も相性いいかもしれないですね。あとはゲイシャっていう品種のものですね。ではこちら粉を入れていきます。今回は深入りでケニアの深入りですね、マサラのダブル A ちょうど用意したので、そちらで入れていきます。結構 50g 入れるとギリギリですね。はい、最大量 50g 入れるとこのような感じです。結構ギリギリな量ですね。これでとりあえずいってみましょう。まずできるだけ表面は平らにしてあげた方がいいですね。均一にいくようにしましょう。そしたらこの上にペーパーフィルターをつけます。この丸いペーパーフィルターはここに載せるんですが、ポタポタと垂れてきた水を全体に均一に行き渡らせる効果があります。これ乗せるときに少し濡らしてから乗せてくださいと書いてありますので、少し濡らしてみましょう。はい、ではこちら濡らしたのを乗せていきますね。では最後にこちら本体の部分ですね、ここに氷水を入れます。一応水晶では水と氷1対1から1対2、まあ氷がちょっと少なめって感じでしたけれども、使う時の室温や気温、あとは使う氷のサイズでも変わってくると思います。結構コンビニとかで売っているロックアイスでは大きいやつにするとなかなか溶けなくて最後まで溶け残っちゃう可能性もあるので、まあ、その辺は使う氷と相性を合わせてやってください。今回はこんな感じですね。氷を少し入れた状態で用意しました。でこれを入れていきます。今回 500ml ぴったりの計量カップで入れたんですけれども、このマックス量よりもちょっと下ぐらいに来ました。水もちょっと入れてももしかしたら入れられるのかもしれません。最後ですね、このパーツ入れ忘れましたので、ここをはめて完成という感じです。ご視聴いただきありがとうございます。この度ニフコーヒーでは YouTube の動画の視聴者様限定でお試しセットがお得になるクーポンをご用意しました。こちらをご利用いただくとお試しセットが500円安くなります。しかも毎月500名様限定で行っている送料無料キャンペーン、こちらとも併用することができるので、お試しセットが2300円で購入することができます。さらにお試しセットは購入後ポイントが300ポイントついてきますので、実質2000円となります。今まで動画を見てて気になっているけどまだ買ったことないなとか、ニフコーヒーのコーヒーってどんなものだろう試してみたいなと思う方は、ぜひこれを機会に我々の作る高品質なコーヒー、また作ったその日のうちに発送するのですごく新鮮なコーヒー豆を試してみてください。クーポンの対象としてはこれから新しく会員登録される方に限定させていただいてますので、すでに会員登録されている方は対象にはなっていないので、それだけ申し訳ございません。詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらからチェックしてください。それではこのコックを開いてポタポタと水を垂らしていきたいんですけれども、一応垂らす速度の目安っていうのが説明書を読むと10秒間に6滴から7滴と書いてあります。だいたい1滴を垂らすのに 1.5 秒から2秒を目安にしていくといいという感じですね。では開けていきます。来ましたね。これぐらいですかね。ちょっとズームにしましょう。
ではこれぐらいのペースでコーヒーを抽出していこうと思います。はい、では抽出が終わりましたので見ていきましょう。こちらは空っぽですね。まだ数滴垂れてくるのでタオルを用意するといいと思います。こちらを外して、これはそのまま流しの方に持っていって、洗う部分に関してはここと、あとは水が入ってたところも少し乾かすために蓋を開けとく程度でいいと思います。これだけ洗えば OK ですね。はい、では出来上がったものを見ていきましょう。こちらが出来上がりですね。 500ml のお水を入れて、だいたい3から4の間ぐらいですね、まあ、出てきました。この状態だと下から覗いたとしても微粉みたいなものは見えないですね。ペーパーフィルターでこしているので微粉はほとんど入ってないはずです。こちら棒状のようなもので混ぜて、それで早速飲んでいきたいと思います。でもペーパーでこしているので非常にクリアですね。透明度が高いと思います。ではいただきます。めっちゃクリーンですね。しかも質感が少しトロッとするのがこの適化式の水出しコーヒーの特徴かなと思います。結構濃度的にはしっかり入ってるタイプですね。 50g で 500cc の水を使っているので結構濃厚な感じですね。めっちゃうまいですね。今みたいに出来たてをすぐ飲むのもいいですし、付属のこの栓をして冷蔵庫で冷やしてから飲むのもいいと思います。抽出器具としてのその美味しさという部分ではすごくよくできていると思います。ペーパーフィルターでもこしているので微粉とか全く入ってなくてシャットアウトできてますし、あとはもうデザインですね。これは唯一無二なかっこいいデザインに仕上がっていると思います。はい、では今回はリンギュアンクラシックの適化式水出しコーヒーをレビューしてきました。この商品のクラウドファンディングのページは概要欄にリンク貼っておきますので、商品の詳細はそちらから確認してみてください。
まあ、私自身ドリップで入れるんだったら急冷式のアイスコーヒーが一番美味しいと思いますし、水出しコーヒーだったらもう間違いなくこういう今回のタイプの適化式が美味しいと思います。まあ、しっかりとコーヒーの成分も抽出されて、しかも適化式だと結構甘みとかとろっとした質感が出ますので、また急冷式とは違ったアイスコーヒーに仕上がります。で、適化式の水出しコーヒーの器具で大事なところというのは、まず抽出が終わった液体の中に微粉が入らないような仕組みになっていること。今回の器具だったらペーパーフィルターでこしているので、これは微粉の入らなさって言ったら満点だと思います。以前ニフコーヒーでレビューした適化式の水出し器具、他にもありますけれども、そちらだとメッシュを使っているので、やはり振ると微粉っていうのは混ざってるなと思いますが、今回のが一番やはりペーパーを使っているので微粉の入ってる量っていうのは少ないです。あともう一つ重要なのは、そのポタポタと垂れる滴下するペース、これを調整しやすいかどうか、うまく調整できるかどうかですけれども、まあ、この器具はもう完璧に調整ができます。非常にやりやすいですね。全体的な使いやすさという部分でも全く問題ないので、滴下式水出しコーヒーの器具としての機能はもう完璧だと思います。あとはもうこれのデザインと、あとは質感に惚れ込んで購入するかどうかというところだと思います。ほんとごく一部プラスチック使ってますけれども、ほとんどがガラスでできてます。で、フレームは金属ということで非常に高級感がある一方で、その分値段は張る商品だと思います。なので万人受けというよりかは、やはりこのデザインがいいなと思った方におすすめというところですね。コーヒー器具の中で値段の高い器具ってたくさんあるんですけれども、私の中では値段が高い器具となると、やはりまず味はしっかりと美味しいものが作れるコーヒー器具であってほしいというのは根底にあります。それをちゃんとクリアしている中でデザインがいいっていうので、それだったら刺さる人には結構おすすめな商品だなということで、今回の器具の評価は高いなと思います。皆さんもぜひクラウドファンディングのページ見てみてください。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフコーヒーを応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたら、コメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。